はい、今日は、リンゴですね。リンゴを使ってなんかちょっと飾りっぽいものを切りたいと思います。ね、リンゴの皮の剥き方はみんな知ってると思うんで、この辺ですね。落とします。スライスしていきます。先生みたいになりましたね。これを、お皿にちょっと盛ってあげると、ね、ちょっと華やかになりますね。よくケーキの上とかに飾られてると思うんですけど、具合が悪かったかな。はい。リンゴのセンス切りでした。